ったよ。あ、来た。おぉ、ちょっと出てる出てる出てる。出ますね。はい、はい、はい、ちょっと緊急で動画を回してるんですが、はい、緊急、はい、ちょっと面白い広告を見つけまして。広告？なんだって、あれ。最近 YouTube でよく流れる広告ですね、うん、流れるね。テムっていうテム通販サイトよく聞くと思うんですけど、最近、うん、そこでいろんなのがもらえたり安くで買えたりするらしいんですよ、うん、でそれをちょっと買ってみようかと。本当に使えるものかどうなのか、うん、あ、なるほどね、うん、アプリであるんだけど、うん、ダウンロードしたんですよ。あ、ダウンロードした。で、ダウンロードして開いて、うん、最初の画面が、うん、ルーレットって、もうルーレットで、うん、スピンたるじゃん、うん、でこれが当たり1万5000円のクーポンって書いてある。1万5000円分のクーポンがもらえるみたいな。ボルさん、テムの人オレンジ色だけど同じ。いやいやいや、そんな回しもんみたいな、回しもんみたいなことじゃない。どこにテムって書いてない。今回はね、本当に忖度なしでね、案件ではないですよね。外れなしって書いてある。外れなし、あれ、なんだ、え、うおー、奥のとアプリに買った。あ、そして止める。まさかね。いや、まさかでしょ。もう一回。あ、なるほどね。もう一回チャンス。もう一回で、最後のチャンス。はい、ドゥルドゥル。他だよな。大当たりじゃないよな。当たっても2500円だろ、どうせ。お、1万5000円おめでとう。おめでとうございます。強運だ、強運だ、これ。これ、これやらせではない。いや、これ、怪しいな。怪しいから、俺だと普通、ホームボタンで戻る。ますます怪しくなってきたの。ゲットできる人。確かに本来ならここで罰をしてるんですよ、うん、そうそうそう、ね、普通なのね、まあどうせ押したことない。ない。あ、じゃあぜひログイン、ログイン、うん、行きましょう。でこれを実際に買ったりとかして本当かどうかを、そう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 、この広告通りに行くのかどうかっていう。確かにこれみんな気になってる。俺も結構広告は出てて、うん、気になってはいたわけよ。本当、うんうん、おお、ラッキー。ちょっと早起きボーナス、ボーナスアップ。あ、まあ、さらにまた。おお、2万になった。2万になった。ボーナスアップはあと10分しかない。10分で選べる。10分の間に選ばんといけん。あの、この中から。しかも2点商品を購入して得られるって。あ、これ涼しいやつ買おうかな。あ、いいんじゃん。購入して2万のクーポン。めっちゃ高級感あるけど大丈夫。いろいろ選べるじゃん。白のドン。なんか今のところ普通に案件にしか見えないこの動画。あ、待って、もう少しで2万円ゲットできるって。あと1個選べって。あと1個、おお。で、残り9分だけ。残り9分。焦る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 。上手上手。あと8回やるんだな。これ焦る焦る焦る。これハイサイド使うでしょ、うん、ね、これアトレーに引けるよ、うん、あ、いいんじゃん。キャラマン用だったら全然ありやと思う。すごいです、これ。届くの3週間かかったけど600円で戻ってきた。ベルファイヤー、ベルファイヤーに作ったってよ。おお、あ、いいじゃん、ベルファイヤー。ベルファイヤー、うん、どれぐらいのこれっすか。確かに。あ、違うよ。おお、ゲットした。間に合った。お、クーポンゲット。あ、ゲットしましょうだ、うん、え、クーポン買ったら、買ったら、うん、買ったら。あ、買ったらだわ。あ、じゃあここからで、あれで住所とかどうなしていくか。じゃあ一旦7500円ぐらい、一旦自腹で買ったら2万円のクーポンもらえる。7000円はかかるわけか。そうだね。完了してしまった。完了した。おお、やった。やった。ね、このおおが。え、これ総額、総額にもあるほど。そういうことか。ああ、ずる。あ、ずる。1万5000円以上買った時に初めて4500円を。そういうことか。ずる。書き方ずるいだろ、これ。漫画総額と同じだけど、今すぐゲットから出たのに。どうしよう、行くしかないだろ。お、100%オフ。100%オフ。どこに入ってるでしょうのシステムになってる。お、卵が3つあって、わーってなりよった。見てた？見てなかった。じゃあ、絶対視力でいくしかない。100%オフ、面白すぎだろ。言葉、巧みだね。巧みなんですか。ただ、言ってないだけみたいな。言わないといけないこと、言ってないだけっていう。100% オフもなんか罠あるぜ、多分これ、うん、何個か買ったらそのうちの1個 100% オフみたいな。スーツ2着目が安いみたいな、うん、あ、あ、それ予測するか。来た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 。おー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 、 100% 当たり。 100%。 しかも2枚。え、そんなことある。すいません、ちょっと今ハンマーで叩くシーンなかったんですけど、たがわりキャンペーン
あ、無料って書いてる。え、無料だ。あ、でも選べないんだね。この中にあるものから選ばないといけないんだ。あ、そういうこと。高いの選んだ方がいいね。高いの選んだ方がいいな。どれがいいとこある。お、シリアス。シリアス。ここ5万ぐらいする。5万ぐらいだってよ。これ5万ぐらいするよ。師匠が。あ、違う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 。見せ方見せ方見せ方悪いこれ。見せ方悪いよこれ。あれの部分だけだと面白いな、逆に。コントだろ、そこまで来たら。お、あれ高いの作るのこれ。お、これいいな。うん、鉄板だけ。あ、これだ、鉄板だけかも。でかいのでいいさ。でかいの決勝ゼロや。マジでありがとう。あと1個目。あと1個。あ、名前選べるんだ。名前55文字。あの、鉄板とつなぎ合わせできるじゃん。確かに。おめでとうございます。ありがとうございます。差し上げます。やっと書いた。実質、確認。お、あ、また、お、またもらえる。いいの無限。確かに買ってもらった。100% もらいました、また。無限。抜け出す気ないもん。買った分だけクーポンもらえる。買ったら無限ループってことかじゃん。買ったら無限ループ。どんどん安くなっていくじゃん。あー、なるほどね。このリュック良さそうじゃん。お、いいね。ね。カメラ何人いた？ちょっとダメなってるリュック多いか、買う？いいんじゃない？これを入れて。OK。OK。え？あ、1万5000円だった。1万5000円だった。注文してゲット。送料無料。総額6099円は払わないといけないです。9477円割引されて、で6099円。え、2万円はどこに行った。最初に1万5000円分買って、次1万円分買って、次8000円分買ってってやらないと全部で2万円引きをされない。結果いっぱい買わしたい。いっぱい買わないと2万円引きにならないってことか。いや、これはクーポン狙いで買うなってことね、今のところ。そうそう、結果で。シニステラのパクリ、これ。見た目ステラだ。スプールがステラ。ステラそのものだな。ステラ。ステラ。ステラ。名前ステロ。いやいや、違う。買ってみる、これ。うん。あ、気になってたやつだ。ピー。でも 500m で660円。安いではある。そう、これ買おう。あとじゃあ、竿じゃん。あと竿。竿だね。この甲羅のやつ行くか。これこれこれ、すごいことだよ。これすごい曲がってるし、長い竿が見やすいやつ。うん、 2.1 がいいんじゃない。8フィートが 2.1 選びましょうね。めちゃんこ曲がるよって書かれてるけど、すごいね、これね。ほら、すごいね、すごい。どっかひっかいできるっていう。これね、ベイトリール、うん、スピニング、ベイトリールとスピニングなってるけど、選んだら、あの、長さしかない。どっかひっかいできるってことじゃない。これで物は揃ったな。揃ってる。届くの楽しみですね。はい、じゃあ届くの、じゃあ待ちますか。はい、おはようございます。おはようございます。これ、何かわかりますか。はい、あ、いたっけ。あ、俺カメラマンだ。あ、いたか。あははは、何ちゅうもんしかわからないやつ。え、かったよね。なんですか、俺は。この包み紙が、なんかもう海外チックだなと思って。そうだな。あ、わかる、海外なんですけど。テブってわかるんですか。YouTube の広告に流れてくる。あの、海外の格安サイトみたいな、うん、通販の。で、多分これの前に動画上がってるんですけど、居酒屋の方でも装飾品を買ってやったんですけど、その前に実は買ってて、届くのに1ヶ月近くかかりましたね。まあ、甘かったな。海外だからね。なんか海外の仕組みっていうのが、コンテナが満タンになったら発送っていう形らしくて。ああ、なんか乗り合いみたいな感じだな。そんな感じだね。ちょっと遅くなったんですけど、届きましたので、ちょっと開封していこうかなと思っております。釣り具は3種類ぐらいかな。種類か。釣り竿、リール、B ラインを買いました。せーの。いやいや、そんな。お。早速なんか落ちてきた。あ、これあれだ。これリールベイドなんだ。これどっちもいけるやつだ。これそうだそうだ、1ヶ月経って分からんくなってたけど。さあ、これ竿結構綺麗。名前なんていう竿。
なんだろうこれ、なんて書いたんだろう。柔らかめかも。柔らかい。あ、ツーピース、ツーピースだね。柔らかい。あ、でも逆にやりやすいんじゃん。柔らかい。これスピニングもウェイトも両方いけるっていうやつだったはず。じゃあ今あ、ね、この状態だったらスピニングさ、はい、でこれに今これをつけたら、はい、いきますよみたいな。うん、つけれる。何ですけどこれ、説明書入ってないっていうのかな、うん、あ、今のところはけど、あの、あ、これをそのまま、あ、でも取らないと本当ないのか、うん、今のところはとりあえずスピニング使うから、うん、置いてたら、うん、そうだね。材質はちょっと折れそうな気もする。100均のと比べると、あれは豪華な感じはするわけ、見た目とか。強度は分からん、強度は分からんけど、100均のよりはちょっと見た目はかっこいい感じはするんだ。で、最後試合ちなみにこれいくらだったかと言いますとうわっ、では今買うとですよ、あのセールの時の値段ちょっと覚えてないんですけど、うん、今買うと3800円します。3858円。うん、うん、まあまあまあ悪くはなさそう。いや、強度じゃない、次行きますか。いっぱいいろいろ。あ、これ36好きだぜ。そうそう、好きだぜ。今うわ、かっこよ。スターウォーズ、謎だろ、メタル人間かっこよ。しかもこれで S なんだ、サイズ。どうですか、シマノっぽい。シマノっぽい。あー、これいくらこいつ、580円。なんかメタリック感ないよね。多分あれだぞ、あのモデルが違うからか。モナイタにもよるはず。モナイタにもよる。この人めっちゃマッチョだろ。この辺がメタリックに見えるのは多分この筋肉量の違いかもしれない、うん。でもただ583円だから、まあパジャマで買ってもいいのかな。他のいきますか、じゃあ。はい、メタリック何なんだろう。メタル、あれだ、これ金属探知機。何これ、めっちゃシンプルだ。安っ。液晶画面がめっちゃシンプル。ちょっと持たせて。おもちゃ。ここもめっちゃプラスチック感がある。うわ、すごい。ここもプラスチック感がやばい。ね、もうプラスチックの塊だよねこれ。で、ちなみにですよ、うん、金属探知機っていくらぐらいのイメージありますか。20万。高いのは10万とか。はい、この金属探知機、なんと3800円。3800円、おもちゃです。価格的にはおもちゃだね。はい、見た目はこう感じですね、今。はい、かっこいいね。見た目はかっこいいよ。見た目はこんな感じ。ただ、持ったら軽いんでしょ。軽い。見た目はこんな感じで、画面がこう、うん、これちょっと今、つけてないからつけてみて。え、待って。え、嘘だろ。あ、これで押してみて。え、なんか押してない。あ、光ついてる。ついた。流しか。さあ、今これ画面がついてる状態ですか。ついてる状態ね。これ金属目の前に見てる。さあ、うん、はい、うん、今、これ金属ですね。はい。いきますよ。はい。おぉ、おぉ、すごい。おぉ、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 すごい。反応してるよ。あ、大丈夫だ。これ、ダンボール越しても金属削るかな。あ、貫通。あ、確かに貫通性能。うん、ちょっと確かめていい。壁に向かって、まあ、押さえて。はい。おお、すごいすごいすごい。すごい。意外とちゃんとしてるんじゃん、うん、地面に埋まってるやつは探せるかどうかわからんけど、うん、まあ、一応反応はしてる。値段の割にはって感じですね、うん、これは価値でいいんじゃない。4000ぐらいか。うん、これは勝ちでいいんじゃないかな。いいやつ。うん。続きまして、フィッシングリール。あ、リールリールだ。あ、3500万。3500万って微妙なあれだな。あ、かっこいい。あ、ステラみたいぽい。ちょっとステラ封じしてる。めっちゃステラ。昔のステラ巻き心地は。マゴちゃん、まあ、あ、なんかスムーズそうだね、意外と。スムーズ、まあ、ちょっとあの上とは重いかなと思うけど、これ、まあ、こうちゃちょっと重く感じるけど、うん、あ、なんか、うん、ドラグどんな感じですか。ドラグ、あ、ちょっと硬い、うん、硬いよね、少しね。あ、なんかちょっとおもちゃっぽい音すんね。うん、ちょっとプラスチック、ちょっとここは半分ですね。あ、ボディはなんか金属ね、へ、うん、リールがですね、3600円です。3600円か。あ、うん、ここに糸は、
この糸がですね 500m の776円です、うん、でちょうど8000円ぐらいだ、8000円ぐらいだったら全然なんかありそうだなって感じで俺、うん、見た目ね、うん、いやまだ使ってないからわからないけど見た目はありそうだな、ただ 500m ではちょっと余るな、うん、絶対余る、うん、ここ見て薄いけど負けてこれ150とか200、そんなもんだ、負けないんじゃない、150ぐらいじゃない、ね、後で巻いてみます。あ、これ気になってる、クーラー、あ、なるほど、ペルチェがついてる、あ、ここ冷たくなるやつだ、うん、はい、まずこれが、ここがスイッチで、ここを押す、一回軽く押すと今、風が下から出てますね、あ、こっから出てんの、あ、こっちから、こっちからと思った、ここがあれだね、多分あの顔、あ、上、ここが上だはず、あんまりそこまで思ったほど強くなってない、4、音はあれだけど、うん、風はちょっとそこまでだな、何段階あるんだこれ、5、マックス5か、これは何だろう、あ、ライト、お、すごい、ライトがつく、え、何の意味があるのこれ、ライト、おい、おー、パリピ、おー、いいね、いいね、パリピだ、パリピ、外でもいけるね、で、肝心のこのペルチェと思わしき場所、はい、冷たくなってない、何これ、ぬる、うん、ああ、分かった、もうこの時点で分かる、あの、酸素力の紙が動いてない、うん、これ今マックスなんですよ、ただこのぐらいの風量だったら、うん、空調服つけててこの洋服から風が出るじゃん、うん、の風と一緒ぐらい、こちらのネッククーラー1200円です、あ、1200円、あ、1200円だったらいいんじゃない、あ、1200円だったら全然許せるレベル、1200円だったらいいかな、まあ俺は買わないけど、うん、俺も買わんな、100均でもっといいのありそうだなって、うん、1200円だったらまあ次鍋っすね、これね、見た目的に鍋だから多分鍋で間違いないはず、ね、あ、薄い、あ、このタイプね、はいはいはい、皿みたいな、皿みたいだな、これこれあれだ、セラミックのグリドルだ、950円、1000円か、ちょっと高いな、あ、塗装剥がれてる、え、塗装、これ塗装じゃん、これ剥がれてるさ、塗装っぽいな、うわ、塗装が剥がれる、これお皿もしかして体、これなんか、これでなんか焼きたくないな、体に悪そう、まあ、怖っ、うん、これ怖いな、まあ、まあ、さらっとして使うか、そうだな、そうだ、続きましてこちら、はい、バッグですね、あ、なんかこれ、あ、すんごい、 USB 横に多分充電ですからね、あ、あるじゃん、うんでかいね、うん、で、内ポケットもある、結構しっかりめだ、うん、薄いペラペラじゃないんだ、ポケットも多い、どこに何入れたか忘れた、あ、これが、え、肩掛け、これリュックじゃないんだ、待って、リュックになってるんだけど、こっちで、てってってー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 、待って、ほらしっかりリュックだよ、リュックついてるね、これ、あ、こっち、あ、これじゃん、もしかして、ほら後ろにチャックあるよ、これを広げると、なんとリュックになると出てくるんじゃん、やつが、おお、リュックだ、てってー、あ、これをくるくるするんだ、それで、こう、おお、面白い、どう、ここがしっかり、厚めでしっかりしてるから、うん、うん、楽、衛生いいかもね、これカメラ機材、うん、これで肩掛けにもなるよって、あっち閉じて使えば、あ、なるほどね、これいいな、これちょっと勝ちだな、うん、バーベキュー当たり外れあるね、うん、バーベキューバーニングアイアン、焼き印か、焼き印、これ文字選んで焼き印打てるっていう画期的なアイテムになります、そう、絶対なくす、これ絶対なくす、これなくす、これちょっとつけてみるか、一回、うん、これ3つはなくなるな、絶対、あ、はい、サイ、あ、はい、サイ、できた、できた、はい、サイ、探偵団も行く、行けそう、あ、あるんじゃん、これ ありそう、A がないか、待って、フィニッシュ、ないね、さすがに3つまでか、もうこれ A にしようか、なんだよ、 A だったことでしょ、あ、逆にしてね、うん、じゃあちょっとあちらしてみよう、はい、厚くしてみようのコーナーですね、はい、はい、ということでね、これ金にやってみようね、うん、あ、焦げ匂いする、うん、見てみますか、見ていくよ、はい、せーの、おお、すごい、すごい、並びは逆だけど、あ、これはまあ、まあ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 、うん、いいんじゃないですか、何かに使えそうだ、何かに使えると思う、1250円、おお、まあまあまあ
まあちょっと不満を言えば、あのもうちょいしっかりしてほしい、しっかりしてほしい、あのすぐ取れるんですよあれが、うん、れが文字自分で好きなの入れるっていうのはいいなと思った、うん、いいと思う。お店とかで使うのはもう無理だけど、全然遊ぶ分にはいいと思う。お店ではまあまあなんかもっとしっかりしてお腹が、お腹がね、しっかりしてるのかはい、大変なことが発生しました、はい、配達業者からもう配達完了っていう追跡ではそうなってるんですけど、ひっちゃんのベルファイア用のベッドがないです。もしかしてこれから来るのかちょっとどうかわからないけど、一応、実際ネットで調べたんです、そういうのあるのかですって、あの一応言いました、あいるんだ、あの来てないですとか、完全終わってるけど来てないですよとか、一応足りないとか、まあこれちょっと今のところはないので、まあ、これちょっとおいおい、あの、もし発見できたらどっかのタイミング、まあ、あのまあこの動画にもし間に合うんだったら差し込むか、もしかしたらなかったらサブチャンに、サブチャンでちょっとまたあのありましたっていうレビューしてみようかなと、実際巻いてみようですね、はい、巻き心地はどんな、なんか変な音なんだ、変な音なってるんだよ、確かに怪しいな、音ちょっと怪しいな。ちなみにあれはあの居酒屋で使うやつでした、あっちにあるのは。はいはい、巻きました、こちらね 0.2mm、 15か 0.85 ぐらいじゃん、触った感じ15かな、なんか4本巻きのやつって感じ、ザラついてるよ、ザラザラが、行きますか、これも釣り行きますか、じゃあ OK、 はい、はい、釣り場に到着しました。まずはワームで、はい、やってみます。重たい、持った感じちょっと重い感じするかも、重い、グラスが多いかもしれないね、もしかしたら、全体的にこっちが重いかな、この辺が、さっきはバランスは取れてる感じ、全然、ルアーアクションできるのかな、今持ってるこのワームがちゃんと出し切れるのか、はい、ちょ、全然できる。できる？うん。そして魚、めっちゃ食ってくる。マジ？いいじゃん。ちっちゃい魚だから、針に刺さらんはず。ちょ、ルアーは全然投げれるね。投げれる？うん。アクションもつけれる？うん、つけれる。つけやすい、むしろ柔らかいから。全然使える感じ？全然使える。使える使える。いいね。しかもなんかドラッグ出た時の音、これちょっと気持ちいい。やって。見てよ。なんか気持ちいい。なんか結構気持ちいいよね。いい音かもしれない。思ったよりいいね。思ったよりいい音だよ。ただテンションかかってるようなドラッグだね。キリキリキリって。高い音だ。いい音する。島のに近い。いいよ。発射した。ここは行きますよ。はい。来た、おお、お、来た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 、お、いいじゃんいいじゃん、ドラグも出よったね、ちょっとドラグ出たね、おお、釣れた、綺麗なテレビア、釣れましたね、このサイズは全然余裕で上がる、じゃあもうちょい大きいのいきますか、ちょっと場所移動っすね、はい、ここはねちょっと高さがあるんですよ、高さがあるので、まあ、ちょっと釣り上げるのに竿の強度も必要、そして魚のね、型もさっきより大きいんですよね、大きいね、いいね、いいサイズ、じゃあやってみましょうね、はい、さあさあ、うわっ、うおい、すごいね、パクパクしてる、これに大きいのが来たらいいけどな、これに大きいのが来たらいいけどな、パクパクしてる、あ、それなりのサイズが、お、沈んだ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 、うわ、来た来た、うわ、残念、はい、続いてモーリーですね、ゴープロビデオスタート、来た、さあ、来た、お、デカいのがいる、わー、あー、でも見てるよ見てるよ、今度はね、浮きからちょっと離してますね、竿、
さあどうだ、うわっ、来た、切れた切れた、うん、切れた切れた、切れてる、弱いのかな、ピーもう一回やってみて、また切れるんだったらちょっと怪しいかも、今たまたまかもしれん、たまたまシリーズかもしれん、これえ、ピー切れるってな、1号ぐらいあるからな、たまたまシリーズかもしれん、そんな簡単に切れないと思うけど、たまたまシリーズかもしれん、もう一回やってみよう、うん、さあ、はい、PE がちょっとね、切れたんで、うん、ラインが切れたんでね、作り直し、作り直し、ちょっと今回餌から浮きを離してます。これで警戒度は薄くなるんじゃないか、皆さん持ってった持ってった持ってった、どうだ、あさあ、この高さを、この高さ上げれるか、上げれるか、はい、余裕でした、さっきのと同じくらいだね、さっきのと同じくらいか、うん、サイズはそうっすね、一緒ぐらいだな、もっと大きいのが欲しいね、うん、まあけど、さっきは高さはなかったけど、まあ、今回高さがあるところ、うん、で、まあ、このサイズを上げれてるから、うん、全然、まあ、全然いいんじゃないかな、うん、子供とか余裕で遊べるんじゃないかな、あそうだね、簡単な子供、さあ、いけるか、いった、はい、いいんじゃない、あ、来てるよ、来てるよ、泣けた、ふんわりだよ、ふんわり、ふんわりだから多分食いやすいよ、食べて、むむむ、うーん、お、お、来たよ、あ、来た、おぉ、おぉ、ちょっと出てる出てる出てる、いますね、おぉ、ちょっと少しドラッグを、おぉ、おぉ、やば、びっくりした、どうした、めっちゃ白とか出てきた、いけるのか、ぶっこ抜けいけるか、おぉ、いけた、いけた、すごい、いけました、おぉ、アンキあうわ、一応いけたね、いけたね、全然余裕だったね、うん、余裕、まあ、今のサイズがいけたから、うん、今30以上あったんじゃない、うん、いいサイズだったね、次は 500g、600g ぐらいか、うんうん、はい、ということですね、はい、魚すれちゃって、はい、釣れなくなったんですけど、はい、で検証的には使いはする、いや全然いいと思う、うん、まあ、あの倍とかでも全然あげたでしょ、うん、あの子供が遊ぶ、まあ、てかまあ大人でも全然遊べるし、物はいい、ただまあ今釣り具に関してはだけど、うんうん、あのね扇風機とかね、ちょっとあれはちょっと辛い、うん、扇風機は低いなと思った、うん、俺ネッククールあれはきついな、ゴミあれちょっと、うん、気になってはいたけど、ゴミだね、うん、あれもうちょい力が欲しかったな、まあ、物によりきりって感じだね、うん、使えそうなものもあれば、うん、あんまり使えなさそうだな、ないよりマシぐらいだよね、うん、あの、まあそうだね、あのないよりはマシ、使えるけどクオリティは決して高いわけではないっていう、一番のあたりはリュックかなって思う、俺はリュック、ああそうだね、リュックだね、リュックはマジでちょっと欲しいなと思ったもん、うん、ということで、はい、今回は、YouTube など SNS で流れてくる怪しい広告のテムを、実際に買ってみたでした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。